じゃあ今まで一番嬉しかったこととか。嬉しかったことは仕事してる時です。あのさっき仕事を失敗って言ったんですけど、うんうん、成功したのもこの仕事についたことだと思っていて、うん、本当に仕事をやっていると、本当に仕事をやっている時が一番楽しいというぐらい、うん、今はいいことですよね。私の胸は竹田さんですけど、うん、今はすっごい楽しくて、やっぱり子供と関わる中で子供が変化していったり、うん、本当に理屈なしに楽しめたり。子供ってどのぐらいの子供なんですか？何歳ぐらい？今は2歳より上ぐらいの子ですね。うんうん、やっぱり暗い子は明るくなってくるとか。そうです。暗い子は別に暗いのがその子にとって良ければそれはそれでいいと思うんですけど、うん、あのなかなかこう自閉症のお子さんとかで言葉が出なくて、うん、自分の思いを相手に伝えられなくて困ってるとか、うんうん、伝えられないから困ってパニックになっちゃう子とかがいたりするので、うん、そういうのを直していくという感じですかね、うん、2歳とかの。でも結果が見えるからいいですよね。そうですね。どんどん変わっていくというね。そうですね。そう、やっぱりあのプロとしてやっているからには結果が出ないと意味がないと思っているので、うん、どんなにこう心を込めてやっていても結果が伴ってなかったと思って。そうですね。結果は大事にして、はい、うん。じゃあ逆に悲しかったこととかありますか？悲しかったこと、あ、私、うん、昨年がすごい嫌なことがいっぱいありまして、うん、カラスに襲われたりとか。カラス味のり食べるからじゃない？え、なんでですか？味のり黒いからカラスが来るんですか？カラスって賢いんですよね。そうなんですね、きっと。弱い人とか子供とかそういうの分かるらしいから、うん、そんな強いんですけど、その時は音楽でこうやって蹴散らすとかそうですね、自転車だったので、ピアニスで追いかけられたんですよ、カラスに。1回だけ？1回です。でもその1回が結構なんか 100m くらい追いかけられたんですよ。1回バサッてやられて、うん、曲がったのにまた来たので。そりゃ怖いね。そんな、なんか何した。その年はあの買ったばっかりの靴下に穴開いてたりとかそういうのもあったので、それ悲しかったです恥ずかしかったこともじゃあその靴下ですか？恥ずかしかったことで靴下はでも履いてはいかなかったので恥ずかしくなかった、うん、それは交換してもらいましたか？交換してもらいましたね。それはしないと。恥ずかしいのは、よく笑うって言っていただくんですけど、うん、人が笑ってるのを見ると結構つられちゃう時があって、うん、愛想笑いの人とかには釣られないんですけど、すごい楽しそうに笑ってる人見ると釣られちゃうので、うん、それがあの電車の中とかでもすごい楽しそうにしてる人がいるとなんかすごい笑いそうになっちゃうので、うん、それを笑ってると多分ちょっと怪しいじゃないですか。おかしい、おかしい。だからそれがちょっと恥ずかしいなって思った気があります。なるほどね。仕事で、まあ、行き詰まったり嫌なということは同意して鬱憤を晴らすとか。私は、行き詰まったっては思わないようにしてるというか、うん、なんかそういうふうに思う思考みたいで、うん、行き詰まっているのはまあ途中であって、うん、これからこう進んでいく中の、まあ、今こう、まあ、通過点で成長点っていうんですかね、うん、だと思っているので、あまり行き詰まっているというふうには思うことはあまりない、うん、僕ね、この番組やってて社長さんにその質問するとほとんどの人はそうなんですよ。だから自分で好きな仕事やってる人は行き詰まってると思わないですよね。あ、途中の段階やからどんどんクリアしていく。それをね、感じるようになった。特にサラリーマンの人がね、行き詰まるそうですね。自分が多分好きでやってない仕事だと思うんですよ、ね、だから嫌やから、嫌々やってるからまたそれ上から言われるから行き詰まるかなと思って。僕らも行き詰まることないもん。毎回好きなことやってるでしょ。もう僕も何十年って休みないでしょ。ただ仕事がね、今日みたいに2時間だけとかね、はい、そんな感じやから、合間が休み。ああ、なるほど。で逆に何もないと心配よね。仕事がないと何か埋めようと思う。ああ、そうですよね、うん、だからやっぱり自分で仕事やってる人はそうなんかなという結果が出たから、この質問やめようかなとじゃあ褒めて育てられたか、はい、親に叱って育てられた。そうですね、褒
分褒めて育っている方が多いかなと思う、うん、私もあの下の一緒に働いてる子とかは褒めて育てる、うん、まあ、育てるっていうのは、ね、すごい偉そうですけど、うん、褒めてなんかこう一緒にやっていくっていうのがコミュニケーションね、はい、